ういう仕事もあるんだなと思って、助産師っていう仕事があるんだなって。幸せいっぱいの少女時代、ところがそれは高校に入ると一変する。うるせえ、俺の稼いだ金だろ。借金したのは自分のくせに何よその言い方。俺はもうおめえの声も聞きたくないんだよ。ちょっと待って、持ってかないで。喧嘩はもう日常茶飯事で、まともに夜も寝れなかったり。両親の仲が急速に悪化、結局離婚となり、15歳だったまなみさんは母まきこさんに引き取られた。昨日さ、親父に髪の色叱られてさ。まさかお前は、うちなんてお父さんいないんだよ。何贅沢言ってんだよ。そが、そが、そが。はい。何ぼやっとしてるんだ。早く訳せ。どこですか。バカかお前は。32ページだ。優秀だった成績は見事に急降下。高校での部活はバスケットボール部。なんで私にばっかり嫌なことが起こるんだろう。